背景です。今回は期待しかないこのルーキー4040いけるということで、今回はあるルーキーの選手に注目をして話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、ヒグマモンテルが楽しみすぎるということで、今回はルーキーのヒグマモンテル選手について話していきたいと思います。まずはヒグマモンテル選手の簡単な紹介からしていきます。プロフィール以下の通りです。2000年3月18日生まれ、沖縄出身、身長186センチ、体重88キロ、右投げ右打ち。2022年育成ドラフト2位で、四国アイランドリーグプラスの徳島から、ライオンズに入団をしていきました。まあ、育成ルーキーの、選手になります。で、右投げ右打ちということでね、まあ、非常に楽しみな選手になってくるんですけれども、まずですね、アイランドリーグの成績から簡単に見ていきたいと思います。26試合に出場した打率2割4分の2、22安打0本塁打8打点、三振25個、フォアボール8個、長打率3割1分5厘、出塁率3割0分9厘の OPS 0.624 という成績でした。まあ、ちょっとね、独立リーグだけの成績だとあんまりね、いいのかなっていうところではあるんですけれども、まあ、成績っていうよりかは、まあ、どちらかというと非常にこう身体能力、そういった部分が優れている、選手になっています。まずですね、足ですね、一塁到達 4.1 秒を切る瞬速ということで、プロ野球ではですね、 4.1 秒を切ると、まあ、瞬速というふうに評されています。まあ、だいたい 4.0 秒台ですね。 4.0 秒台の選手が、まあ、非常一般的な、まあ、瞬速と言われる選手で、さらに、まあ、3秒台に入ってくると、まあ、結構異次元トップレベルの、瞬速と言われるような、選手に仲間入りをします。で、モンテル選手は、現在ですね、一塁到達速度が 4.1 秒を切っているということですので、まあ、4.0 秒台の選手になりますので、まあ、かなりね、足は速い方なんじゃないかなというふうに。で、あと続いてですね、背筋力というところ、まあ、パワーってところを見ていっても、背筋力220キロ、これ野球選手の平均が183キログラムらしいんですよね。まあ、つまりその平均をね、まあ、40キロ近く大きく上回っているということですので、まあ、この背筋力に関しても、かなりズバ抜けているものがあるというのがわかります。で、跳躍力ってところに関しても、垂直跳びが90センチですね。まあ、大体1メートルぐらい垂直跳びできるんですけども、こちらもプロ野球選手の平均は60センチということですので、まあ、本当にこう平均の、まあ、大体 1.5 倍ぐらい、いっているということですので、まあ、かなり、こう身体能力ってところには、ズバ抜けているものがあるというのが、これだけの数値を見ても、わかるかなというふうに思います。まあ、しかしやはりこう独立リーグでの、ね、成績を見ると、まあ、決して、ね、そんなにいい成績とは言えないので、まあ、まだまだやっぱ技術面ってところに関しては、まあ、未熟そうな部分があるし、まあ、実際にモンテル選手、ライオンズのテストを受けに来て、まあ、合格して入ってきているので、まあ、スカウトの目に留まったっていうよりかは、まあ、そのね、結構入団テストで、まあ、いいアピールをしたっていう形で入ってきていますので、まあ、そんなにこうアイランドリーグの成績自体は、まあ、いいというわけではありません。まあ、ただ本当にこうポテンシャルっていうところ、まあ、先ほど言った、まあ、数値を出してみても、まあ、非常にこう身体能力ってところには優れている選手になりますので、プロの球とかに慣れて適応していったら、まあ、大化けする可能性っていうのは、かなりあるんじゃないかなというふうには思います。なので、まあ、そういった意味でやっぱり、ね、育成で取ったっていうのはね、正解だったのかなというふうには思います。特に、まあ、独立リーグでの成績で、まあ、一番すごいところはやっぱ盗塁数ですね。盗塁26試合で13盗塁ということで、まあ、大体2試合に1個ぐらい、走っているという計算になります。まあ、これはね、驚異的なペースなのかなというふうにも思いまして、やはりこう瞬速っていうところに関しては、かなりいいものを持っているのかなという印象です。で、まあ、その新人合同自主トレ、まあ、現在行われているんですけれども、まあ、そこでもね、非常にこう存在感を放っています。まあ、打球音っていうのが、まあ、とにかくこうバッティング練習の映像とか見ても、まあ、すごくて、まあ、やはりこうパワーの強さっていうものを非常にこう感じさせてくれるんですよね。で、まあ、スピードもあるということですので、まあ、一部のファンの方からは、40本40通りもいけると、いった評価もされています。まあ、ちょっとね、ファンの方なので大げさに言ってる部分もしかしたらあるかもしれないんですけど、まあ、それぐらいやっぱりこう、持ってるものの高さっていうのは、まあ、ファンの方でも感じる部分が非常にあるということなんですよね。まあ、まずはやっぱり、まあ、試合下っていうところ、さすがにちょっと1年目は厳しいのかなっていうふうに、まあ、独立リーグの成績とかを見ても思うので、まあ、まずはしっかりとこう、2軍の方で実践経験を積んでいくこと、まあ、プロ野球選手のボールってどういうボールなのかってところだったりとか、まあ、そこにやっぱり適応していく必要がまずはあるのかなっていうふうに思うので、まあ、1年目からちょっと試合下っていうところは、まあ、正直独立リーグの成績を見ると、まあ、厳しい部分があると思うので、まあ、しっかりとまず1年目は2軍でこう、実践経験を積んでいく。で、そこから、まあ、どん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 適応していって、まあ、来シーズン以降、まあ、できれば来シーズンでの試合かっていうところを狙っていくのが、一番いいんじゃないかなというふうに思います。まあ、本当に持ってるものっていうのは、まあ、今回入ってきたルーキーの中でも、まあ、トップクラスのものを持っているのかなっていうふうに思うので、
まあ、将来どんな選手になっていくのか、非常に楽しみですし、まあ、本当にスーパースターになるぐらいの、力を持っている選手だというふうに思います。ぜひヒグマモンテル選手注目してみてみてください。以上です。今回も最後までご視聴ありがとうございました。他にもライオンズに関する動画アップしているのでぜひチェックをしてみてください。 Twitter の方も毎日更新をしています。ぜひチェックしてみてください。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。